はい、今回は第2弾ということで、C でやろうと思います。で、C ね。C の曲何があるかな？まあ、いいでしょう。やってみましょうか。よし、じゃあ。ちょっとミュートしまくった。叱られた後にある晩ご飯の不思議。あれは魔法だろうか、目の前がにじむ正義のロボットの剣で弾いたピアノ、見事に傷だらけ、こんなはずじゃなかった。大きくなるんだ、伝えたいから、上手に話して知って欲しいから、なんて言えばいい、何もわからない。君の願いはちゃんと叶うよ、楽しみにしておくといい。これから出会うたからものは宝物のままで古びてゆく。祝いしたけれど世界中に二人だけみたいだねと小さくこぼした。錆びついた車輪、目を上げ残された僕を運んでゆく確かなぬくもり。なんであそこやった、なんでそこやったんだ俺。まあいいや。なすすべのない僕らが主役、白いライト当てられて期待を背負って、頼むぜ我らがスラッガー、今日はどうしたい、まだのヒットラン。していたことを思い出して、やっと時間僕は帰ってきた。ない、C はね思いつかないな。あとはについて拍手もんです、自己防衛、それ流行ってるわけ、孤独主義、甘ったれの愛立てだべ、意味はないとかごまかすなよ、汗まみれておくもんな、つま先まで理論武装、何と戦ってるんだ、誰と張り合ってるんだか、誰かがつぶやいた、汚れてしまった、その肩を叩いた、その手も汚れてた。まあこんな感じですかね。C はあと
は眠れずにも聞き飽きたはずの歌を聞いたりするの。何を求めて何か必要なのか、スズメあくまで考えたって一つもわからなくて、スポットライトの下、自分を叫び歌った、思うように伝わらなくて、その度にこぼれる弱音を今はまずいと慌てて、その場はうまく隠して、真夜中書きかけた毛や膨れたポケット、続きは放送で。